まいさん、こんにちは。おはようございます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 。YouTuber、まいさん、まいまいさんです。こんにちは。そばこを使ったクレープ。関係は黒板かな。おすすめはこのきなこ&黒蜜。うわ、絶対美味しい。デザート。デザート。絶対美味しい。絶対美味しい。うわ、大好きです。黒蜜もきなこも。わあ、すごいね。気合い、超気合い。ありがとうございます。超気合い。何クレーム？これマッシュルームとベジ。マッシュルーム一番下。そんなのあるんですか。すごい。でもね、これが一番お腹いっぱいになる。あ、本当ですか。じゃがいもと結構ボリューム違いますよ。うん、あー、おいしそう。食べよう。てか、改めまして。改めまして。はい、キアンドチャンネルと申します。ありがとうございます。すごい。すごい。これボリュームだね。すごい。こだわりが。うわー。おいしそう。ハーフ&ハーフ。ハーフ&ハーフ。こっちが。リップロール。きなこクロム。これも乗せすぎじゃない。ラムレーズ。ラムレーズ。いただきます。いただきます。バースにはどのぐらいいたんですか。バース半年ぐらいですかね。そんなにいたんだっけ。そうでもあんまりバースの動画は一本も出てない。一本も出てないよね。なんかバースに行くって話はちらっとしてたような気がするんだけど、動画が上がんない。リケアンズもなんか予告編みたいなのだけで動画上がんないからどうしちゃったのかなみたいな。生きてはいます。生きてはいます。はい、8ヶ月気づいたら上げてなくて、ねえ、きれい。ワームもやってたんですよ、その時。なるほどね。プラスであの動画編集のお仕事ももらってて、うん、すごい。それでもずっと終わってて、そういう動画編集の仕事とかしたい。ありたいですね。あと撮影とかの人も力を入れてて、日本でそういうお仕事してた。やってないです。あのオーストラリアに来て初めてこう YouTube をやろうって思って、そこから頑張りました。写真はもともとやってたんですけど。え、ケアンズは来て良かったなと思うから来ようと思ってますか。もちろんです、もちろんです。はい、観光とかのドライブでね。そうですね、一回来て、来て、なんかもうちょっと住みたかったなっていうのがあったんで。ロックハンプンからマッカイ、マッカイからアーリービーチに着いたんですよ。全然ちょっと言うドライブ、全然ドライブで、レンタルで。はい、ああいうレンタカーを借りて、オートキャンプみたいなのをわざわざケアンズにしに来るっていう人たちがいないんですよ、まだ。そういうの知らないから、ケアンズってロックツアーに入らなきゃいけないみたいなイメージがあるんだけど、ありますね。自分でそうやってレンタカー借りて、オートキャンプしてっていうのも面白いじゃないですか。いや、本当に、あれこそ旅の醍醐味だと思ってて。で、オーストラリア安全だしね。本当にそうですね。車の運転も日本と同じだし、はい、だからめっちゃ気になるんですよ、ね、動画の続きが。もうあの事件は起きませんので、また一回起こしましたけど。で、パンデミックビザで、ワーホリで5年目。いつまで入れるの？来年の9月。すごいね。で、ケアンズにあと3ヶ月ぐらいいて、その後は？で、帰ります、日本に。あ、帰っちゃうの？はい。あ、そうなんですか。ミュージーのビザもあるんだ。うん、ミュージーのワーホリビザもあるんで。あー、そっか。30まで？30まで。そうか。で、次ニュージーに行きたい。そうですね。来年行こうかな。最初にオーストラリア来ようと思った理由は？理由はずっと21まで家から出ない生活を送ってたんですけど、引きこもりってやつですか？めちゃくちゃ本当に鍵の中の加圧状態で。でも中学校の同級生がアメリカこの値段で行けるから行ける人って集った時に行きたいと思って、直感で行ったら本
当にすごい世界で、アメリカのどこ、グランドキャニオンとか西側行ったんですけど、はい、この世界がすごすぎて、そこから旅行にドハマりして、行くんだったらどうせ、どうせなら少ないって見たんで、どうせなら、どうせなら短期じゃなくて長期で今しかできないから、社長人間、社長ありがとうございます。これは何の、これはあのベーコンバーベキューっていう、ベーコンバーベキューっていうクレープにジャガイモトッピングしてもらう。ひよこ豆のペースト、これもちょっと食べてみて、ね、エッグ潰した、エッグ潰した。じゃあこれ食べてみようかな。うん、食べてみよう。これキウイね、でもかけちゃえばいいな。で、美味しかったら、かけちゃったら美味しいと思う。多分。そうですね。うん。豆だよね、豆。かけちゃえば。なんか食感残してますよね。うん。豆の。美味しい美味しい美味しい。これさ、かけていいんでしょ？かけた方が美味しい。まあまあまあ、それはなんだろう。ラタトゥイユがちょっと軽すぎるから、ちょっと豆を入れるってこの前言ってたでしょ。美味しいよこれ。知ってる。パンにつけて食べたい。そうそうそう。美味しい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 。だからこのビーガンマヨとこれのレシピは、結構美味しい。すごいすごいす。ありがとうございます。ありがとうございます。今度またキュランダも行くんで、じゃあ動画を参考に。前回行ったんだけど。友達が超慌てて体調悪くなって、あ、そうなんだ。キュランダの街巡れなかったんですよ。あら、電車とスカイレールで行った。スカイ、行きが電車で、帰りスカイレールで。なるほど。スカイレール降りてからどうした？降りてから、キャンピングカーどこに置いてる？キャンピング、なんとか駅、その発車した駅ってとこで、あ、そうですか。ウォーターから列車に乗って、まあ、意外に観光客向けの情報しかないから知らないんで、車で総理に送迎してくれると思う。あ、そうですね。自分でこう調べないと。じゃがいも早いと全然ちょっとぐらい。ケアンで仕事探して3ヶ月、4ヶ月ぐらい。ケアンズから帰る。そうですね。はい、一応その予定で。それが一番安い。来る時は何で来たの？最初はシドニーです。カンタス。いや、その時は、あった。シドニーに行って、タスマニア。で、ガトンっていうファーム地があるんですけど、そこに行って、セカド取って、でスタンスオープンっていう、ファーム行って、そうですね、ヌボルイって、なんかうろちゃんうろちゃんしてもらって、キャンベラも良かったです、ね、ビデオが詰まってて、これキャンベラもビデオ撮ってなかった？撮ってない時期に行って、もっと早く始めてれば。ねぜひピアンさんの YouTube 活動を、はい、一緒にどっか行けたらいいですね。アサートン高原が結構楽しい。アサートン高原、ピアンってグレートバリアリーフの海とキランダを代表する熱帯雨林のジャングル、キランダのもっと先に北海道みたいな高原があるんですよ。それが全部だから短距離だと1時間圏内に全部あるのがピアン。めちゃくちゃいいですね。そうね、コンパクトなのがケアンだから人気なんですね。めっちゃ楽しい。高原ってイメージすらなかったですね。滝巡りとか、はいはい、そういう熱気球に乗ると見えるね、帰る日、ケアンから日本に帰る日の何もできないじゃないですか、お昼の日。その時に朝ね、早朝熱気球に行って、そのまま空港に行って、4時半いいですね。楽しい。熱気球やってみたいの。熱気球とスカイダイビングは、ケアンズ来たら絶対やろうと思って。そうだね、両方ともできる。あとは3ヶ月、4ヶ月ぐらいですね。はい。じゃあ、楽しんで。ありがとうございます。YouTube 頑張って。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。